スト 5戦目になるんですけど、うん、ということで現時点で負けてる方の、うん、種目選びになるので、んごちゃん、うん、ラストゲーム選んでもらっていいですか。もうこれでも決めてるんですよ、ちゃんと3個選んできたから。お、えらい。うん、もう今回はスピードで勝ちます、うん、さくちゃんは今、うん、コントローラーで操作をしていますね。ちょっと、うん、してる、プロコン。んごは今スイッチをそのまま持っているのでタッチで行うことができるんですよね。ちょっと待って、ずるくないかそれは。何がずるいですかこれ。フェアじゃない、フェアじゃない。そんなことない、そんなことない。タッチ操作なんて、そんな無駄な操作がないじゃん。そんな、はあ、もう絶対に勝つって決めてるのでこれは、まあ、呼ばれた側の特権ですよね。これ、このゲームもう本当にあのさくちゃんの後輩潰し大戦に呼ばれた後輩全員に教えてあげたい。スピード絶対勝てます。みんなが最後それ選んでいたら嫌だってうーん、知らないもんね。これはこの、もうこっち側に委ねられた、こっち側に与えられた最後のチャンスだから。いや、ちょっとタッチ勢に勝つか、ちょっと頑張る。いや頑張ろう、ちょっと汗、手汗かいてきちゃった。なんとしてでも手汗かきすぎてタッチ操作に反応しなくなれ。絶対そんなことないもん、スイッチはそんなことないもん。びっちゃびちゃになれ大丈夫だし、よし、やるやる。スピードね、ルールは簡単ですよ ね本当に。つながる数字の、うん、数字を連続してつなげていけばいい。早くね、やればいいんだよね。そうそう、できるだけ早く手札をなくせばいい。じゃあもうお茶飲もう、今飲んだでしょ。なんだ、ちょっとうちももう少し飲むあー、緑茶が染み渡るで。はちみつ紅茶が染みますわ。なんや、そのおしゃれなやつ。甘くて美味しいんです。くそー、緑茶をバカにするな。バカにはしてない緑茶もうまいよ。でも絶対に負けられない。負けられねえ、頑張る。じゃあ本日へのくわいつぶし大戦、ラストゲーム、スピードよろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、カツ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 。うわ、いきなりミスった。おい、浮いてる過ぎるので。くっそー、ルールを改定しなければ。いや、くそーってことで、わ、パンツの色いけなかったな、残念だ。みなさん残念でした
ということでね、第1回だったんですけども、うん、いや、うんごちゃんをまあ、ちょっとチャイニーズチェッカー部門では潰せたかなという自分的には割と満足の潰しがいがありましたね。まあ、チャイニーズチェッカーだけなんで潰されたの。花札もワンちゃんいけそうだったけどちょっと厳しかったな。今花札まだまだですね。花札部門で言ったらまあ大優勝かなと。くそ、花札修行します。これからいろんな後輩呼ぶつもりだから、ちょっと全ての部門の勉強会をしようかなと頑張ろうと思います。佐々木も後輩を潰すために、はい、5はその人たちに全員にスピードスピードって支えていきます。やめろ、それ秘密にしてくれ、秘密にしてくれ。これで終わろうと思います。はい、うごちゃん潰して潰されてくれてありがとうございました。さくちゃん多少潰していただいて、でも勝たせていただいて